生駒駅は奈良県生駒市元町一丁目にある近畿日本鉄道の駅である。生駒工作線の鳥居前駅と総合連絡駅。駅長配置駅である。第4回近畿の駅100線認定駅。島式ホーム3面6線を持つ地上駅で上駅京城駅舎を有している。京阪那線、奈良線、生駒線にホームが1面ずつ割り当てられている。京城駅舎は 東西双方に設けられているが、西駅舎は、生駒線ホームに直接つながっていない。駅東端に改札内地下連絡通路が設けられている。近年の改修により、各ホーム及び駅南北側それぞれにエレベーターが整備され、バリアフリー化が図られている。京阪な線と奈良線、生駒線の間には、中間改札がある。生駒線ホームの5番線のみ、 奈良線と線路がつながっており、奈良線の新生駒トンネル出入り口付近には渡り線が設置してあるため、生駒線の列車はこの渡り線を使って車両改装が行われている。近年における当駅乗降人員は以下の通り、近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。南側は古くから宝山寺への参道として発達、飲食関連の店が集中している。 北側は近年再開発された。アントレイコマ周辺は商業施設のほかに完静な住宅街が広がる。奈良交通及びコマ交通により運行されており、北口、南口それぞれに乗り場がある。ありがとうございます。